日は名古屋でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。朝の情報番組のどですかという番組になります。はい、東海3県のローカル番組になりますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どですかをご覧の皆さん、おはようございます。小袋の小渕健太郎です。黒田俊介です。曲に込められた思いを、はい、まずは教えてください。万博という、まあ、僕ら世代もそうですけど、もっと上の方々もあのエキスポ70というので大阪に万博が来たのはすごくよく知っていて、そこのテーマソングということで、もう未来に向かって、そして これから何が始まるんだろうという、こうワクワク感、それがこうどんどんつながっていくような、うん、そういったこうメッセージと、それからメロディーだけでもそういうふうな感じがするような曲を今回テーマソングとして作りたいなと思って作りました。やっぱりこう大阪っていう生まれ育った街で50年ぶりにやってきて、そこでこんな大役をこう任せてもらえたので、精一杯頑張りたいなと思います。まあ、あの世界の国からこんにちはという歌がエキスポ70の時のテーマソングで、今回同じ大阪で開催されるっていうことで、やっぱもう一個同じ街に万博が来るっていうのは、もうそれだけですごいことだなって、改めてこう曲を作り出して、一番遠いところから、こうその曲から離れたところから歌を作り始めたんですけど、最後の最後空いてたワードがあったんですね。そこなんだろうなんだろうと探してたら、もうガチッとこうこんにちはしかなくないっていう、2人で意見がわーんと一致して歌ってみたら、もう楽しいし明るいし、世界中から人が来てる感じもするし、あとなんかこう新しい未来に対するこんにちはっていう意味も込めて、なんかこう華やかなイメージでつけました。なんか最後の瞬間でしたもんね。なんかスタッフもいて、あれこんにちはかもってなった瞬間だったんですよ。じゃあもうすぐ歌ってみようかって言って、こんにちは歌って、バーンとこう決まって、そこのサビのあのこんにちはって入ってるところのパートがなんかないかなって実はずっと話をしてて、ここでこの曲のイメージが決まるっていう話で、なんかないかなって言ってて、あこんなんどうあんなんどうってみんなでこう話して、2人で話してて、どっちかわかんないですけど、こんにちはって言ったら、いや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 って2人で言いながら、ちょっと1回だけ入れてみようかって聞いたら、こんなパンチのある曲、あの歌詞ないねってなったんですよね。なんかもうワクワクは止まらないし、万博に行って聞いてるなみたいな、はい、ワクワクが止まらないいただきましたよ。そういう風に聞いていただきたくて、あの入れたところがあるので、めちゃくちゃ嬉しいです。はい、やっぱギターでメロディー作ると、まあ、飽きてくるとか、もう分かんなくなってくると、いやもう絶対ピアノがいいって言って、今度ピアノを弾いてみて、ピアノでやると、いやさっきのギターのもう一回聴こうかみたいに、なんていうんですかね、僕はもう黒田が何をキャッチするかを横でいろいろ弾くだけっていうか、黒田はそのどれが面白いかをキャッチする、まあ、つぼみとか作ってる時もいつもそんな感じなんですけど、あそれなんや今のメロディーもう一回とかっていう感じなんです。それがまあ大体いつもの2人で作る時のやり方です。最初からどっかにこう子供たちが祭り囃子みたいにこう歌ってる歌って昔からあるじゃないですか、ズイズイズコロバシボンがミッソズみたいな、ああいうこう感じっていうんですかね合うでしょ。その後にミラメミニンコこうアミソズズイズイズコロバシってあれなんなんやろあれ何の歌そこなんですそこあれの例え変えた方がいいそれじゃないんじゃない、そういう風にみんながこうただなんか口ずさみたくなっちゃうようなシンプルなこう入りにし、まあ、結果的になったんですけど、それもその2025っていうのが最初にこの歌の中に出てくるんですけど、ずっと2025か、そうか、2025、2025って一日中こう考えてた時に、その最後の25、見に行こう、見に行こう、何を見に行こう、あ、未来か、その万博って何って言われたら、もう未来、それが何でもいいんですよ、もう空飛ぶ車でも、何でも見たことないものが全部未来なんだから、未来を見に行くんだと、そのワクワクするこの約3年間を、こう後押しできる歌になればもうそれでいいなと思って作ったんですね。で、まあ、なかなかコロナ禍で 50% であったりマスクをしたり声を出せないとか、まあ、いろんな制約を今少しずつ乗り越えてはきている中で、こうしてアリーナでやれるっていうのは本当にありがたいです。はい、もう新曲を用意してそこでしか感じられない、なんかこう音楽そうだな、ライブやっぱ楽しいな、思い切ってきてよかったなと思ってもらえるような
ライブにした、それがまあグローリーデイズっていうタイトルを込めた思いですね。ライブができて当たり前という状況ではなくなったので、こういう、させていただけるっていうタイミングはもうせっかく来てるので、今目いっぱい来ていただいた方には楽しんでもらえたらなと思います。今小袋のお二人がネーロメロになっているものありましたら教えてください。コロナになって家で飲むことが多かったじゃないですか。ほんまに僕の家の冷蔵庫開けたらマッコリ100本ぐらい入ってるんですよ。100本多そうですね5本ぐらいです冷蔵庫そんな入らないです他にも入れなあかんもんあマッコリをほんまに片っ端から飲んでるんですよ。全メーカー飲んだろうマッコリを今片っ端から飲んでます。黒田さんはマッコリに、マッコリです。メーロメロ、メーロメロです。面白くて、僕は割と今ウイスキーを掘ってるっていうか、あ、これってこんな味なんだと。いつか自分でその樽買って、あれして、瓶詰めしてラベル貼ってこうやってみたいなっていうのあるんですけどね。自分のブレンデッドっていうのがウイスキーできるので、それは本当に死ぬまでに一回やりたいです。で、なんか限定でそのファンの方にもなんか買えるようにしたら、あ、これ飲んでるんだっていうのをやろうかな。インタビューは以上になります、はい、ありがとうございました。ね、いや収録始まった途端大村さん寝るからさ注意したんですよねパッて見たらさ、携帯スーッとポケットを直してこうやって寝たからさ、あれと思メーテルの羊数えてんのかな。寝てないですよ俺は寝てない。今日は名古屋でございます。プロモーション、はいはい、大阪広島で福岡が、今日は名古屋ということで、うん、今テレビの収録かな、終わったね、はい、次今から何ですか、新聞です、ね、新聞です、新聞、はい、新聞、新聞多いね、やっぱりあれですね、うん、地方行くと必ず新聞があるんですね。それさ、今の銀行32銀行やってるけどさ、うん、あれって 何から何あんのやろ、88銀行とかあるじゃない、ある77もあるね、1からあんのかな。その銀行のあのお前 YouTube でやれやね、1位から探すやつ地獄やろ4年ぐらいかかる今日は最後何時ぐらいで終わるのかな。今日はね7時と一応聞いております。あ、そうですか。ですよね。いやいや、一番今までのこのプロモーションでちゃんとした時間に、健全な時間に終わりますね。言えた今日はね、さっきのメーテルの収録の時はお前小渕が喋り出した途端寝てたな俺見てたからな、小渕のあのこの星の続きをの時のあのこのできた経緯を教えてくださいみたいな時にお前携帯ポケットにスッと入れて寝たやろ 俺全部見てたからな。校長の話は眠くなんだよ。だいぶ反逆言ったぞ。校長に逆らったらもう終わりやぞお前の派閥。きついな。でストリートやってたことだったりとか、まあ、黒田もちろん大阪出身なんですけど、僕はあの大阪マラソンを2012年ぐらいから走ったりしていると、はい、ある時に大阪マラソンのテーマソングを僕らが2回書かせてもらってるんですけど、その2回目のテーマソングをが、一番発表されたレースの日に誘致が決まって、大阪に人が世界中から集まってくるっていうイメージが、その大阪ソウルという歌の中にちょっとだけ入れてあるんですよ。もしお伺いできればと思いますが、お聞きしても大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、16日ちょうどぐらいになると思うので、また呼び出しに参りますので、はい、よろしくお願いします。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 よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ、GP の皆さん、
お待たせしました。今日のスペシャルゲスト、小袋の小渕健太郎さん、そして黒田俊介さんです。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の番組のテーマがですね、朝ごはんなんですけども、はいはい、僕最近ちょっとトレーニングジムとかでやってなんかいろいろ教えてもらってるんですけど、ホワイトオムレツって聞いたことあるんですけど、家で作って食べたら結構美味しくって。美味しいんですか？美味しいんです。ホワイトオムレツ、白身だけ。基本的に起きたらもう昼なんで、はい、どういうことなんですか？朝昼飯なんですけど家の近所にめちゃくちゃうまい肉屋さん見つけたんで、そこにあるベーコン、ベーコンむちゃくちゃうまいんですよ。キロとかで買ってきて、はい、8枚ぐらい焼くんですよ。卵2個焼いて丼で米やばい、もう寝起きてガバガバ食べてたら5キロ太った。2025年に開催される大阪・関西万博のオフィシャルテーマソングである「この星の続きを」を7月19日に配信リリースされました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。だってここまで黒田と話し合ったのも本当久しぶりで、本当にあらゆるジャンルのメロディーを作ったんですけど、なんかどれもちょっと一回違うなってなった時に残ってたイントロだけが今のイントロなんですよ。イントロどんなんでしたっけ？バン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 2025はいはい未来やめろ、万博の人に怒られる。では最後に一曲お届けしてお別れとなりますので、はい、曲紹介をお願いします。はい、聴いてください。小袋でこの星の続きを。今日のゲストは小袋でした。ありがとうございました。おはようございます。小袋の小渕健太郎です。黒田俊介です。はい、僕小渕が、はい、笑顔で楽しく暮らすためにやっていることは、はい、ぜひ皆さんもですねやっていただきたいんですけども、はい、ティファールの湯沸かし器で、はい、炭酸水を沸かしたやつでペヤングを作って、何ですか？炭酸水を沸かす？炭酸水を沸かす。もうこの時点でびっくりしてるでしょ。うわー、まあまあ、鍋でもいいんですけども、炭酸水を沸かしてから、はい、それでペヤング、まあ UFO でも何でもいいですよ。とにかくお湯捨て系のさ、うん、カップ麺を作ってみてください。これがすごい美味しいんですよ。違うの？違うんですよ。麺の中に入っていく、なんかね、圧が違うんかな。僕、どん兵衛がすごい好きで。ああ、好きですよね、どん兵衛。どん兵衛でも、うん、もう入れて、うん、なんかあれ、5分とか書いてあるんですけど、うん、あれ、待てない。待つ人いるんかな、真面目に。開けたこの蓋。蓋もそのままゴミ箱に捨てて、もう全部入れてお湯入れたそばから食べるんですよ。うどんやけどそばから食べるんですよ。うまいね。これ本当にバリバリのどん兵衛食べて、本当にあれどん兵衛ってほんまこうやって食べるんじゃないって思うから。クロちゃん。いや、まるちゃんや。ああ。強豪や、それを。黒ちゃん、はい。さて、小袋は先日配信で、この星の続きをリリースいたしました。はい、この曲は2025年に行われます。大阪・関西万博、うん、オフィシャルテーマソングとして作らせていただきました。もう、一回聴いていただいたら、うん、元気な歌で何かしら、これ、ね、耳に残るフレーズがあると思いますので、ぜひ、ここからの3年間、僕らも万博を盛り上げていきたいなと思ってますので、はい、ぜひ、聴いてみてください。はい、小袋ライブツアー2022、グローリーデイズを開催いたします。愛知は11月10日、11日、2日間、日本外資ホールで行います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ、いただきます。はい。うわー。これもそれ取るんですね、これね。うん、そうですね。そうですね。薬味だけでいくんだって、次ですね。次行こう。はい、ありがとうございました。はい、名古屋プロモーション終わりました。はい、今日はメーテレでまず収録をしたんですね。はい。そうでしたね。それから新聞、うん、ラジオの生放送も出ましてですね。うん、一個、やっぱ、うん、最近、久しくこういうプロモーションっていうのしてなかったので、ね、うん、新聞のああいう新聞社の方のインタビューとかも、まあ、久しぶりに受けて、まあ、そうそうね、うん、今日うん、僕人生で初めて、うん、メタバースについてどう思うかっていう質問をされメタバースってちょっとちゃんと調べて本当だ、ね、次その質問された時にちゃんと答えれるようになりたい、うん、確かに今日笑ってごまかしたからさ、確かにメタバースね、もうちょっと NFT について小袋さんはって言われたもん、ね、お前その時に、うん、アメリカボールのそれ NFL やったよって寒かった、全然笑ってなかった。ああいうのちゃんと答
答えれるようにならな。全然ダメだった。俺らワイドなショー出られへん。お前どこ狙ってんねん。あの椅子狙ってるのか。あの質問ちょっとビビったね。いやでも新聞の取材面白いな。なあ。ちょっと角度が違うもんね。すごかったね。うん、まあ、でも生放送や何やら収録やら、うん、めちゃめちゃ名古屋も満喫して、はい、ひつまぶしで本日は終了ということで、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。こんにちは。